皆さんこんにちは。新人アニメーター寮、寮生の寮子です。この動画では、新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思います。今回はアニメーターになって最初の1年のうち、4ヶ月目、7月のお話をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。以前動画でお話しした通り、6月になって私は4月に入った会社を辞めてフリーランスのアニメーターになりました。フリーになってすぐは、新人なのに会社を辞めて本当に大丈夫だろうかという先の見えない不安がありつつも、自分らしく働ける環境に変わって心機一転して頑張ろうと意気込みを新たにした時期でした。7月に入って、ツイッターで発表していた私の卒業制作を見てくださった方に、会社に来てみませんか?とお誘いをいただいて、プロダクション IG という会社で席を貸していただけることになりました。声をかけてくださったアニメーターさんが、当時関わっていた作品に私のことを紹介していただいて、お仕事に関わらせていただけることになったのです。席を貸していただくというのは、基本的にはそこの会社のお仕事を出来高で受けながら、一時的に会社の作画机を貸してもらうということを指します。社員として入社する場合と違って、基本はフリーランスのままなので、他の会社の仕事を受けることもできます。余談ですが、社員とは別に拘束という制度もあります。主に一つの作品に関わる期間、他の会社の仕事を取らない契約をする代わりに、出来高でのお給料とは別に固定のお給料がもらえるというシステムです。拘束費は会社によっても違いはありますが、その会社にとって利益が出ると判断されるレベルの実力がある人でないと、まずいただけません。実のところ、この拘束費がないと相当早いペースで仕事をしない限り生活していけないというのが実情です。私ももっと経験を積んで、拘束費をいただけるようになるというのが一つの目標です。話を戻しましょう。席を借りたとはいえ、基本はフリーランスなので、自宅作業でお仕事をすることもできたのですが、この時期はほとんど毎日出社していました。お家での作業にもメリットはいろいろあったのですが、会社で仕事をした方が仕事のためのやり取りが楽なのと、仕事をするぞという気持ちの切り替えができるということもあって、数駅隣の会社でしたが、毎日通うようにしていました。ベテランの人が自分と同じ仕事をしているところを見る機会があるというのもありがたかったです。その時紹介していただいたお仕事の中でも印象深かったのが、今までほとんど書いたことがないようなアクションシーンや銃を撃ったり爆発のエフェクトがあったりするお仕事でした。未発表の作品なので、残念ながら作品の紹介ができないのですが、今まであまり書いたことのない難しいカットに自分から挑戦したお仕事でした。今まで以上に苦戦してすごく時間がかかりましたし、慣れない仕事で爆発のシーンは2回もリテイクを受けることになったり、他のシーンでもレイアウトごとを会社のベテランの方に書き直してもらったりと、思い通りに仕事ができずに、とても歯がゆい思いをしました。それと同時に、本当に上手い人のレイアウトを見て、自分では全く歯が立たなかった仕事が完璧にこなされていることに感動して、いつか自分もこんな風に仕事ができるようになりたいと、一つの目標になりました。初めて書いて本当に手こずった爆発のシーンですが、リテイクこそ2回いただいたものの、たくさんの資料を見たり、自分なりに試行錯誤を繰り返して、最終的には一番最後の修正のタイミングである作画監督さんのチェックを修正なしで通ることができました。やっぱり自分の努力が実ったこと、認めてもらえたことが本当に嬉しくって、少し泣いたのを覚えています。この月は他にも、
大学の時通っていたアニメーションのゼミに講師として呼んでいただく機会がありました。アニメーターを目指す学生さんたちに自分の考えるアニメーターの楽しさや逆に難しさを話したりしました。ゼミの講師の方には昔研修先を紹介してもらったりしてお世話になった方だったので、久しぶりに会えてお話が聞けて楽しかったです。最初の会社にいた時は上達しない焦りで気持ちに全く余裕がなかったのですが、フリーになって改めて絵の勉強をしようと気持ちを新たにしてから、仕事をしていると動きの作り方、レイアウトの書き方、後の工程の人のための効率のいい書き方など勉強になることがたくさんあって、新しい仕事をするたびに新しい発見ができるようになりました。今まで見ていたアニメはこうして作られていたのかと、知識を得るたびに面白さ、楽しさを感じて、自分の仕事に新たにやりがいを感じました。不安や焦りに追い立てられるように仕事をしていた4月や5月より、仕事を通して自分の技術や知識を高めることを意識できた月になったと思います。7月のお仕事のお給料はアニメーターのお仕事で2万円とゼミの講師代が1万円で全部で3万円でした。かなり少ないですが、7月にやった仕事のうち、例えば7月と8月など他の月にまたがってやったお仕事の精算が9月にされたり、そもそもいただいたお仕事のカット数が少なかったりなどの理由で、こなした仕事の数に対してお給料が減ってしまう月がどうしても出てきてしまうのが理由です。この頃はかなり貯金頼りの生活だったのですが、この次の月はいつも以上に大変でした。今回のお話はここまでです。8月のお話はまた次回以降の動画でしていこうと思っています。アニメーターのことや寮のことについて聞きたいことがあったら、コメントで質問してくださると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。新人アニメーター寮の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター寮のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。